ロシアのプーチン大統領は2022年9月30日に、ロシア軍が占領を進めているウクライナ東部のルハンシク州、ドネツク州及び南部のヘルソン州、ザポリージャ州において、住民投票を行ったよ。その結果ロシアへの編入を望む住民が多数であるとして、4州をロシア領として併合することを一方的に発表したな。これには当然ながら、国際社会から批判を浴びているよね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍の快進撃でロシアのウクライナ4州の併合宣言は、有名無実化したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。8月末のヘルソン州奪還宣言を発して反転攻勢を強めていたウクライナ軍が、東部ハルキウ州において電撃的な進撃を見せ、プーチン大統領が併合を宣言した翌日に、ハルキウ州の東端にあってロシア軍にとってはロシア本土とドネツク州などへの補給路上の重要な要衝であるイジュームが奪還され、未占領の地域を多く残していたドネツク州だけでなく、ほぼ全域を制圧していたルハンシク州までもがウクライナ軍の攻撃を受ける状況になっているよ。また南部のヘルソン州では10月7日にウクライナ当局の高官が、ウクライナ軍による反攻が開始されて以降、ロシア軍に占領されていたヘルソン州の領土を2400平方キロ以上奪還したことを明らかにして、ヘルソン地区で6つの集落、ベリスラウ地区では61の集落が奪還されて解放されたことを伝えているみたい。ウクライナ大統領府のティモシェンコ副長官は、激しい戦闘や攻撃が数週間続いたヘルソン州ではアルハンヘルスケやビソコピリア、オソコリウカのような町において、生活上の重要インフラが大きく破壊されているため民間人の避難が続いているほか、ロシア軍が埋めた地雷の除去が進められているというよ。これは南部だけの状況ではなく、東部においても同様と見られ、ウクライナ軍はロシア軍がハルキウ州で戦死に残るほどの快進撃を見せたのは、ロシア軍による地雷の設置など防御陣地の構築が遅れていたためであるとされ、それがすでに終わっていたドネツク州やルハンシク州では前進を続けているもののその速度は低下しているわけだな。ただ、ウクライナ軍の進撃速度が低下している理由はそれだけではないとの見方があるぜ。他の理由って?ロシア軍に占領されていた集落や町では、生活上必要なインフラが徹底的に破壊されていて、避難せずに残っている住民には満足な食料が与えられていないなど困窮していて、奪還したウクライナ軍はまずそれらへの手当てをしなければならないほか、そこかしこにウクライナ人住民やウクライナ軍の捕虜のものとされる集団墓地や、拷問に使用したとみられる施設などが発見されていて、非人道的なロシア軍の戦争犯罪の痕跡を調査するために部隊が止まるケースなどもあるとされているんだ。民間人へのアフターケアや、ロシアの犯罪を立証する証拠集めってわけだね。こういうところでロシアとウクライナの差が浮き彫りになるよね。また、10月15日時点でウクライナ軍の進撃速度が遅くなっているように見えるのは、ロシア軍の抵抗が強くなったというよりは、各所でロシア軍の防御陣地の状況が判明したことでウクライナ軍の側が冬までの間の戦略を練り直していることや、消耗した部隊の再編成に着手している可能性があるとする声もあり、もう数日は防御陣地やその後方の補給拠点攻撃と補給路の遮断と目的に、高機動ロケット砲システムハイマースや多連装ロケット砲システムマース M270 および 155mm 榴弾砲からの長射程で GPS 誘導のロケット弾や榴弾砲弾による砲撃が続けられるのではないかとの見方があるよ。それを裏付けるかのように、ウクライナ軍参謀本部は14日に発表した最新の戦況を報告の中で、東部ルハンスク州の鉄道拠点に対して砲撃を実施し、ロシア軍の兵器を大量に破壊したことを明らかにしたんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、このルハンスク州への攻撃に関しては同州のアントラキトにある鉄道駅一帯において、鉄道輸送中のロシア軍の兵器類や軍装備品の大部分を破壊したとしており、ウクライナ軍がここ数週間、ルハンスク州におけるロシア軍の補給線を重点的攻撃目標に設定してその戦力を削ぎつつ戦闘力を低下させる方針であると見られているよ。兵糧攻めはロシアにはきついだろうね。ただでさえ物資が枯渇し始めているんだし。特に東部戦線ではロシアの侵略以前からドネツク州とルハンシク州にそれぞれ、新ロシア派武装勢力が支配する領域が存在していて、それにはウクライナに所属することを良しとしないロシア語を話す新ロシアの住民が多数おり、それら住民が参加している武装兵力部隊の士気は高く、ハルキウ州などで兵器や物資を捨てて敗走したロシア正規軍とは比べ物にならないぜ。そのためにウクライナ軍としては、ドネツク、ルハンシク両州ではハルキウ州のような進撃速度は望めないと判断して、作戦を練り直していると見られているんだけど、一方、南部ヘルソン州に関してはロシア政府が知事を任命しているものの、
親ロシア派住民による部隊は編成されておらず、ロシア正規軍が展開しているのみなんだって。情報では8月にウクライナ軍が南部で反攻に転じるとみて、東部戦線に配置していた精鋭中の精鋭とされる空挺部隊がヘルソン州のドニプロ川ドニエプロ川の西岸に移動して展開しているとされ、州都ヘルソン市の奪還を目指すウクライナ軍の進撃を食い止めているのはこの部隊であると見られているよ。しかしながら、ウクライナ軍のハイマースなどによる攻撃によってヘルソン市の東を流れるドニプロ川に架かる橋梁が破壊され、この空挺部隊などドニプロ川西岸に展開しているロシア軍部隊への補給が困難になっているためやがては撤退せざるを得ないと見られ、ウクライナ軍がヘルソン市を奪還するのは時間の問題と見られているぜ。その状況下で、ヘルソン州においてロシア政府が知事として任命した、新ロシア派のトップとされるウラジーミル・サルド氏は、ヘルソン州の都市は連日ウクライナ軍によるミサイル攻撃にさらされていて、大きな被害が出ている都市、ロシアの他の地域に移動する選択肢をヘルソン州の住民に与えるとした上で、子供を連れてクリミア半島か、ドネツク州、ルハンシク州と国境を接しているロシアのロストフ州などへ退避するよう SNS で促したみたい。これに対してロシア側も対応を発表していて、ロシアのフスヌリン副首相は13日、ヘルソン州の占領地域の住民の避難をロシア軍が支援すると発表したよ。ロシア国営のタス通信が報じているところによると、フスヌリン副首相はヘルソン州から避難する住民には無料の宿泊施設を用意し、移住を希望する者には住宅を提供するとして避難住民への支援を約束したんだって。その一方でクリミア大橋爆破の報復として、ウクライナ全土に対して実施している巡航ミサイルやイラン製自爆型ドローンによる民間インフラを狙った無差別砲撃は13日も続き、同日のゼレンスキー大統領がビデオ演説において南部ミコライウ州など21発のミサイルが発射され、うち6発を迎撃したと述べるなど、国際社会からの非難が聞こえていないかのようだな。ロシアのペスコフ大統領報道官は13日、ロシアの有力紙イズベスチェアとのインタビューにおいて、ロシア政府が立てた目標達成のため特殊軍事作戦を継続する方針は変わらないと述べて、劣勢にあることなど意味も介さず、引き続き東部ドネツク、ルハンシク領州の全域制圧を目指す立場を強調し、その一方ではロシアは停戦などについての対話には常にオープンであるとも語り、ウクライナ側と交渉する余地があることを示したみたい。しかし、アメリカなど西側諸国では、このようにペスコフ大統領報道官やラブロフ外相が停戦協議に応じるような素振りを見せているのはポーズでしかなく、本気で停戦に応じようとするとは考えにくいとしており、仮にロシア側が応じたとしても編入を宣言した4州を手放すことはありえないと見ていて、ウクライナ領土内を侵略しているロシア軍のすべてが、ロシア国内に撤退しない限りは停戦協議に応じないとするゼレンスキー大統領の姿勢を支持しているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。